こんにちは、ギタリストの杉山剛です。早速今回の課題曲のカメレオンの解説をしていこうと思います。今回も生演奏ならではの臨場感あるトラックになっているので、楽しんで演奏を練習してもらえると嬉しいです。今回、取り上げているカメレオン、ハービー・ハンコックの曲なんですけれども、もうロック系からフュージョン系の人、それからジャズの人もみんな、まあ大体セッションに行く人だったら知っている超定番曲で、敷居は低い初心者向けな曲なこともあって、ロック系の人とかが演奏することも多いかもしれないですね。例によってペンタ一発ですごく弾きやすい曲となっております。で、今回の、演奏なんですけれども、一応注意点としてちょっと跳ねてますよね。跳ねてシャッフル、16ビートシャッフルで演奏していると思うんですけれども、まあ、跳ねないで演奏するっていうことも多いです。セッションによって違うんですけれどもね。で、原曲は一応跳ねてないので、その雰囲気で演奏することも多いですが、まあ、今回はちょっと一緒にレコーディングしたメンバーが跳ねて演奏することが多いっていうふうに言っていたので、ちょっと跳ねた感じで演奏することになりました。その点ちょっとご注意ください。今回の曲の簡単な構成の説明なんですけれども、カメレオンも前回のシッシーストラットと同じように A パート、B パート、A セクション、B セクションがあると考えると分かりやすいと思います。それから一応ベースラインがすごく有名な曲なので、ドゥン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 ってカメレオンが這いずり回ってるようなイメージのラインですかね。そこの部分を、一応ギタリストも弾けるようにして把握しておいた方がいいと思って、まずはイントロの部分の、タブ譜付きでの、説明、それから、A セクション、B セクション、 B セクションは、割とこう全パートの楽器でユニゾンする部分もあるので、そこをちょっと説明していこうと思います。まずじゃあイントロなんですけども、ベーシストが基本的には弾くので、ギタリストが弾く必要があるわけではないです。でもまあ一緒にちょっとユニゾンしたりしても面白いと思うので、ちょっと簡単に解説しておきますね。こんな感じですね。僕がなんかこのラインをギターでちょっと、ベースに合わせて弾く場合は、ちょっとこうブラッシングを入れることが多いですね。跳ねてない状態だとこんな感じ。演奏することがあります。はい、じゃあ、イントロは今説明したので、次は、A セクション説明しましょう。この曲もともと管楽器で、オリジナル音源では演奏されてるんですけれども、まあ、ギターでこうテーマを弾くことも結構多いですね。簡単ですね。一応初心者さんの場合はこのB フラットマイナーペンタのポジションを確認してから弾くようにしてください。じゃあ早速、B セクションに行きます。ここはユニゾンする、部分ではありますね。ちょっと一応跳ねてないバージョンも弾いていきますね。で、1点注意点なんですけれども、この部分こうやって弾いてる人が多いと思うんですけれども、2つ目の音6フレット8フレットいってる人多いと思うんですけどね、一応原曲を確認よくしてみると6666で弾くと原曲の音程と合ってるんですよね、よく聞くと。でもセッションでは6866、そうしてる人の方が僕の経験上は多いので、まあその原曲がこうだからといってそっちにこだわる必要もないので、ちょっと周りのメンバーに合わせて弾くといいのかなと思います。個人的には6、8、6、9フレットの順番の
方で弾きますね。一応両方ともの譜面も見て、見せておきますので、一応このことも頭に入れておくといいですね。もうセッションあるあるですね。なんかみんな覚えてるメロディーラインが微妙に違って演奏してるんだけど、あんまなかなか気づかないみたいなセッションあるあるだと思うんですが、一応把握しておくと混乱しにくくていいと思います。で、A セクション、B セクション今ちょっと弾いたんですけれども、まあ、A セクションは大体4回ぐらい弾くことが多いのかなと思いますね。これもでも人によって A セクション省略して2回ぐらいでもとっとと B セクション行こうとする人もいるし、まあ、原曲がもっと長いので延々と A セクションで留まろうとすることもあると思うので、この A セクション、B セクションの何小節演奏するかっていうのは結構まちまちだと正直思って演奏することが多いですね、セッションだと。で、B セクションはもっとその人によって違うというか、4回目に全員で依存するっていうケースも多いんですけども、今回の動画では3回になってます。これも多いですね。3回目のこのフレーズでみんなで依存して依存伸ばすで、ソロセクションに進むっていうセッションで演奏する人も多いですし、4回目のこともあるし、もっと長めに演奏してもうフロントマン、メロディを弾いてるリーダー的な人が合図を出した時に全員で依存するっていうケースもあります。3回派、4回派、長め派みたいな形で、いろいろケースバイケースなので、そこも頭に入れといて、いないとちょっとセッションで演奏時に焦っちゃうと思うので、覚えておくと良いと思います。最後の注意点ですけれども、このあと何拍伸ばしてで、またバンド全員で復帰するかっていうのが、拍数がまちまちなんですよね。原曲はもともと10拍、言い方変えると、まあ、2拍伸ばしてあと2小節。そうすると2足す4足す4で10拍なんですけども、まあ、10拍伸ばすのが原曲の通りの長さなんですけれども、まあ、10拍ってちょっと数えにくいので、そこを感覚的に8拍に狭めて、演奏しているセッションも多いんです。で、正直ベースとかドラムの人がどっちに行くかで決まるところあるので、そこはまあそうちょっと警戒しておく必要はありますね。結構主導権はベーシストドラマーにあることが多いので、そこをよく見て、セッションでは構えて待ってたりしますね。ちょっと具体例でやると、まず10拍のケースっていうのは2足す4足す4で10拍待って、パターンに復帰してきたってことになるんですね。で、これが8拍のパターンだと、スイこれだと今1、2、3、4、2、2、3、4の計8拍で、パターンに復帰してきたっていうことになります。これどちらが来るか結構わからないんで、ドキドキするポイントだと思ってください。ベーシストが今やったみたいに、これを弾いてくれれば、ああ、まあ次行くのねってわかるんですけど、これを弾かないでいきなり復帰してくることもあるので、まあ、ちょっとそこは、そういうパターンがいろいろあるんだって把握しておくと良いと思います。はい、で、ソロに関しては、おなじみのペンタトニックスケールを B フラット、マイナーペンタを弾けますね。それからまあドリアンスケールも基本的に使う方が多いと思います。上級者だと、メロディックマイナースケールとかで演奏する人も多いかもしれないですね。うん、で、ギターソロに関しては、ギターソロというか、どの楽器のソロでも一緒ですけれども、しばらく、まあ、2コードで延々と繰り返して盛り上がって、ソロ演奏をしている人が合図を出したら決めに進んで次のソロの人に交代ということになるので、次に決めに行くぞっていう合図を出してあげるのが基本になっていると思うと思います。この合図を出すのは最初初心者は難しいと思うけど、しっかり、まあ、特にベースとかドラムの方をパッて見て合図を出してあげると良いと思います。はい、じゃあ基本的な解説は以上ですかね。
あとは補足として原曲を聴くと、原曲なんか15分ぐらい長いトラックだったりするんですけれども、あの後半なんかコード進行とかもカオスな音になったりするんですよね。そこの部分は端折って、あのシンプルな2コードだけでセッションすることがこの曲は多いので、それも、まあ、予備知識として持っておくと良いと思います。はい、以上解説でした。今後もですね、しばらくは様々なスタンダード曲の、カラオケ音源をアップしていこうと思うので、チェックしてみてください。でそれぞれの、スタンダード曲の、ギターソロの弾き方とかバッキングのアイデアを、その後の動画でアップしていく予定ですので、そちらも興味ある方はぜひご覧になってください。現在は Zoom とか Skype を使ったオンラインレッスンも行っているので、興味ある方は概要欄をチェックしてください。それから単純に、まあ、オンラインレッスンを受けるほどではないけれども、あのテクニックとか、あの解説とか興味あって、いろいろ知りたいなという方は、概要欄の方に、公式 LINE 公式アカウントがあるので、そちらに登録しておいていただければ、情報発信をこれからも続けていこうと思っています。はい、それではですね、現在2020年4月で緊急事態宣言も出されてしまって、家にあのこもらなくちゃいけない方も多いと思うし、そんな中でも働かなくちゃいけない人も多いと思うんですけれども、ギターを演奏して楽しむ時間も合わせて持てれば良いなと願っております。練習楽しんでください。さよなら。